ハワイ島、ケアラケクアワンの平安ハワイの宗教は、ハワイの伝説や、歴史物語と古代のハワイの人々の格言から、構成と、その後起こった主に、キリスト教への宗教的推移を扱っている。神話は、ポリネシア神話が変形したものと考えられているが、1800年頃より、前の数世紀間、神話自体は、ハワイ独特の性格を持っていた。神話は、 ハワイにおける信仰と関連している。信仰は19世紀に公式に禁止されたが、近代まで現に信仰される状態で一部の実践者によって保存されていた。ハワイは火山でできた島であり、かつては無人であったが、5世紀から12世紀にかけて、南太平洋のポリネシア人が捕来したことが、人類学上、言語学上の研究からわかっている。はじめに、マルキーズ諸島。 次に、ソシエテ諸島からトライしたと言われる。トライした人々の中のパオという人物が、ハワイ島のもう大きにア野来て、その後ハワイの宗教となるものを伝えたという。この、ハワイの宗教は、ハワイ人の生活を隅々まで支配し、様々なカップを規定し、カフナ、アリー、庶民、奴隷の4階級からなる厳格な身分制度を作り、そうした状態は19世紀に、 キリスト教がもたらされるまで続く。ハワイ神話の神々一覧も参照ハワイ先住民の宗教は自然崇拝の多神教で多数の神々があるが、主な神々としては男性のシンボルで戦いの神でもある。空生命の神、カーネ濃厚の神、ロの海の神、カナロアがある。その他の神々にはラカキハワヒネパッパハナウモクがあり、ペレも有名である。また、 各家族には家族を守ってくれるアウマクアを持っている。神々はたくさんあるので、次のように分類すると理解しやすい。また、次のように分類もできる。ハワイ神話について、古典的な本を書いたマーサベック・ウィズは、この本の冒頭の4章でまず、オガミのクーとそれに対比して、女神のヒナ、ロノ、カーネ、カナロアの5シーンを挙げて説明して、その後の章でカイの神々を記述している。 また、カーネ、クー、ロノを主な三神として挙げて、トリニティという言葉で説明する研究者もいる。ハワイ先住民の宗教での創生神話は、ハワイ王朝年代記である、クムリッポに語られている。ハワイ王家に代々交渉で伝えてきた2102行から、なる、序辞詞でカラカウア王が1889年に公表し、 ハワイ王朝が終焉した後の1897年に英訳されて世界的にも有名になったもの。その内容は16部に分かれていて、前半の8部が闇の世界で宇宙の始まりから混沌の世界から夜の暗黒ポエレと根源の闇、クムリポが現れ、交わって生物が創造された。現初の生物が誕生して海の生物が誕生する。 後半八部は、光の世界で、カナロア、カネなどの神々が誕生して、ハワイ諸島とハワイ人の誕生、ハワイ王族の系譜へと続く。ハワイ神話では、大地を司る女神、パパナウモくと天空を司る拝神、和ケアが結ばれて、ハワイ島、マウイ島、カホーラウェイ島が生まれる。その後パパは、タヒチ島に戻ってしまうので、 残されたワケアは、ヒナと結ばれて、モルカイ島を、カウラワヒネと結ばれてらない島が生まれる。しばらくしてパパは、ハワイに戻ってきて、ルアというオガミと結ばれて、オアフ島を生む。その後もワケアとパパの間にできたのが、カウアイ島、ニーハウ島であった。これで、ハワイ諸島の主な八島の誕生が完成した。参考までに、北西ハワイ諸島のナショナルモニュメントは、 パパハナウモクアケア海洋ナショナルモニュメントと命名されている。ハワイ諸島への移住と格闘の命名については、南の島に住むハワイロアが偶然発見して、そこへ家族へ移住して、子供たちの名前をつけた、などの神話もある。ハワイ神話では、ハワイ人の祖先はハーロアであると言われている。ワケアがパパとの間の娘方北楽にと、関係してできた第一子は死産で、それを葬ったら、 そこからタロイモが出てきたという。第二子はハーロアといい彼がハワイ人の祖先であると信じられている。このためタロイモはハワイでは大切に扱われている。またこの神話はちゃんとハーロアとして今でもハワイでよく聞かれる。なおハワイ人の祖先はクムハヌアであるという神話はアダムとイブの話によく似ており19世紀に キリスト教が入ってきてからの創作と言われている。ハワイの宗教に根ざす信念は、マカヒキと言い,い、プレアデス星団が飛没後すぐに水平線に登る時期の最初の新月で、それから4ヶ月を収穫と休息の時期としていたもの。この時期は現在では11月末にあたる。様々な神のうち通常は空の神が優勢であるが、マカヒキの期間はロノが優勢で、 ロノを祀るヘイヤウでは白い布を垂らして、盛大に祝う。この期間、空を祀るヘイヤウでも、棒の上に白い布をつけて、今はロノが司る期間であることを示す。ハワイの歴史ハワイ王国の流星及び、EN、リスト・オブ・ミシャネリーズ2ハワイも参照アメリカやフランス、イギリスといった国々のキリスト教各州派が、ハワイなど、 太平洋の島々で宣教を始めたのは18世紀末からである。この頃、多くの島々では主張を頂点とした社会階層が形成されつつあった。派遣された宣教師はまず主張をキリスト教に改宗させることで、その当地下にある人々も改宗させていった。主張もその地位を格好たるものにすべく宣教師の協力を必要としていた。こうして、ハワイ、タヒチ、 トンガといった島々では、キリスト教を国教とする王国が成立していった。キリスト教の到達に先立ち、ハワイ王国では、極めて重大な変化が起こっていた。1819年、カメハメハ一世の後を継いで即位した長男のカメハメハ二世は、長くハワイの人々が守ってきたカプセイドを廃止した。カプ制度は、生と族を分ける様々な禁忌を定めていたが、 それは人々に神々の加護を約束し、マナの衰えを防ぐ目的のものであり、社会的な秩序の維持を支えるものでもあった。その年の5月、全王の覆謀のためカプーが一時的に中止されていたが、11月、カメハメハニ世は、大王の妻のカーフマヌと母のケオプオラニの説得に応じ、カプの全敗を布告して、この時に現在、クアモウ墓地と呼ばれる場所で戦いがあり、 カメハメハ二世側が勝利している。ケオプオラには、前王の日の一人だった。カーフ・マヌに協力したのだが、カーフ・マヌや側近らは、カフナやヘイヤウの権威を潰すことで、カメハメハ二世の権力を脅かす。他の族長の権力も抑えようとしたと考えられている。カプによって、生活上、様々な拘束を受けていた。 平野は破壊され、宗教的な儀式は中止された。それは、社会や秩序を維持してきた法の喪失でもあった。キリスト教宣教師が到着したのは、古来からの信仰が失われたちょうどこの時期だった。古来の信仰が禁止されていたところに、キリスト教が急速に浸透していった。1841年の宣教師による布教の様子1820年。 まずプロテスタントの改修派へ強化のアメリカ海外伝道評議会の宣教師がハワイに到着した。その後、1827年にフランスからカトリック教会の神父が到着したが、すでに宗教的にも社会基盤や政治の面からもプロテスタンティズムが浸透しており、カトリックは不況を許されず、1837年にはカメハメハ賛成によって、 カトリック信仰の禁止が布告された。禁止令は2年後に解除されてカトリックの布教が始まったものの、ハワイでは今日もプロテスタントの方が多くの人々に信仰されている。1850年には末日聖徒イエス・キリスト教会が活動を開始した。さらに1862年には英国公教会が到着したものの出足が遅かった。 ため神道を増やすのは困難であった。その後もプロテスタント宗派がいくつか活動した。アメリカ海外伝道協議会については、ハワイ伝道協会が設立された1850年代から1860年代の頃にハワイへの支援を終了し、以後はハワイ伝道協会に属するハワイ人の牧師が各地の協会の監督に当たっている。 キリスト教の宣教を進める過程で、宣教師やその妻などによる文字教育も進められていった。人々が現地語に翻訳された聖書を読めるようになることが目的であったが、人々は読み書きができるようになった代わりに古来の交渉文学から離れていった。今日知られている藩への伝統的な文化についての情報は、その多くが宣教師から教育を受けた。 ハワイ人のキリスト教徒が記録したものである。宣教師はまた、カフナが行う呪術やアウマクア信仰といった、古くからの伝統文化を異教的だとして禁止した。しかし、キリスト教徒となってからも古来からの信仰を持ち続ける人々もいた。ホノルル軍においては2010年の統計で、キリスト教カトリックが18.2%、プロテスタントが12.6%、末日生徒、 イエス・キリスト教会が5.1%、仏教が2.5%で、その他様々な宗教もあり、無宗教が60.7%であった。仏教は主に日本人移民によるもので、1889年に浄土新州本願寺派のハワイ海教区をはじめとして、その後様々な宗派が来ている。ありがとうございます。